皆さんこんにちは。メタクズです。今日は誘発タコ森型イビルツインのデッキ紹介をします。誘発3枚持ってたら勇者といえど止まってくれますね。こちらがデッキになります。なんと手札誘発は19枚です。デッキの半分が手札誘発なのでどんぶり勘定で考えて、手札の半分が誘発になるイメージですね。イビルツイン自体はどっかしらを1枚引いていれば繋がってくれるので、誘発19枚でも初動を引けないということはほとんどなかったです。また誘発をタコ盛りしてる都合上抹殺の指名者で、弾ける誘発の枚数も多くなってるのがポイントですね。イビルツインと勇者は混ぜるのが厳しいのでアラメシアを宣言できませんが、その分タビジに対してウサギで妨害できるようにしてあります。ロンギヌスは電脳やエルド、不安に対して1ターン猶予もらえる可能性が高くなります。もちろん水使いを妨害したり壺を妨害したりと勇者への妨害にもなりますね。当然ハカーナや抹殺に対してもロンギヌスは有効なので、相手が G を弾くためにはウララがマストになったりします。今の環境は手札誘発が弱いといえど G だけは盤面でケアできないので、もらうときはもらってしまいます。つまりグリフォンが場に出る前にいかに G を通すかが課題になるわけです。またニビルに関してもグリフォンを盾にしてたとしても、ベイラー、法要、ウサギのどれかと合わせて持っていればニビルを通すことができます。天意とかはたまに G 突破してくるのでタコ盛り誘発で G 突破は分からせましょう。あとは普通のイビルツインっていう感じです。テーマ通りの動きをしてサニーでターン返ってきたらワンキルする形ですね。ワンキルの方法などはこの後のリプレイで見てみてください。それでは対戦の方を見ていきましょう。ヤバい永続をパカパカされたら負けてしまいますが、相手が上振れてなければ誘発がつかないエルド対面でもかなり戦うことができます。対戦よろしくお願いします。こんな感じでライブツイン以外はデッキの中身が妨害なので、妨害まみれ初動みたいなハンドになってくれます。ここでキスキルから先に立てることで1ドローしに行きましょう。抹殺握ってるので主要な誘発はほぼ全ケアですね。ガンマだけ入ってないのでもらっちゃいますが、トップ G 引いて妨害が追加されました。サニー立てることで誘発と合わせても妨害になります。一番苦手なハカーナを抹殺で処せるのがいいですね。相手イルドランドスタートなのでイルドリッチですね。せっかくの誘発が何も効かない対面が来てしまいました。フロストでドローでベイラーでした。相手が展開系なら最強ハンドだったんですけどね。エルドリッチはとりあえずハカーナで処理していきます。芝通されちゃいますがドーハとかがいなければ、特にウアーともならないですね。落ちたのがエルドリッチ関連ばかりだったので、壁がたくさん出てくるねぐらいの印象でした。エンド時に赤木をセットしたので赤木割っちゃえば、なんか妨害なくなりそうですね。ということでリーラ効果でエンド時に赤木割りに行きます。ターン返ってきたのでスキドレとかがなければ、相手の伏せ全部割りつつワンキルになります。まずはサニー効果で1枚バックを割ります。パスフレーズで下級サーチして召喚からユニコーンを作ります。一応誘発切りたくないからやりましたがここはモンスターなら何でもいいです。これで2枚目のバックも剥がしていきます。そして残ってるキスキルの効果でリーラ蘇生して3枚目も割っていきます。そしてキスキルとユニコーンで雷号を作ります。リーラの蘇生効果はまだ使ってないのでキスキル蘇生して、サニー立てることでワンキルになります。盤面がキスキルリーラで帰ってきた時に、罠触りながらワンキルできるのでこの動きはめっちゃいいですね。バトル中に分解してリーサルです。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。ここまでの枚数誘発積んでパワー出せるのって、イビルツインぐらいしかないのでこれはこのデッキの特徴になってていいですね。対戦よろしくお願いします。ロンギ G なので何でもござれって感じですね。ハカーナと抹殺の合わせ持ちか、ハカーナ2枚ないと対処できないです。相手は12勇者ですね。G のケアは簡単にできるデッキですがケアして止まった盤面なら余裕で返せます。グリフォンはなさそうなのでアラメシアまで通して G 打ちますか。グリフォンすびきされてたらちょっときついですがとりあえず G さえ通ればなんとかなります。通っちゃいましたね。もし突っ込んでくるならニビル引いてるので、ベイラー法要引っ張ってきた時点で終わりになります。相手はドランシアでエンドしてきました。ハンド2枚しかないのでアーゼウスからメインに展開で蓋しましょう。エントランスサーチしてイビルツイン破壊しても、エントランスで余裕でケアできるぞって顔しておきます。俺の G はいいけどあなたの G はダメです。この2体でガチガチ岩鉄を立てます。これでドランシア踏みつつアーゼウスでリセットですね。
トランシア効果でアーゼウスが破壊されますが、こちらはエントランスからサニー立てれば多分相手は超えられません。相手サレンダーです。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。実際に勇者 GS とかを回して使っているんですが、誘発2枚引きされてるとこっちも上振れてないと展開止まるので誘発自体は強いですね。対戦よろしくお願いします。そういえばウサギとロンギは名称ターン1なので、この2枠はガンマにした方がもしかしたら強いかもしれないです。後手で名称ターン1の誘発かぶりが起きると仕事をしないので、散らして量を取った方がトータル勝てるかもしれないです。ガンマ食らっちゃいましたがパスフレーズがあるので、エントランスからケアできます。ちょうどウサギが被ったのでウサギをコストにしましょうかね。エントランス過ぎ地してる時も超強いんですが、エントランス被ると事故るのでやっぱりピンでいいかなって印象でした。エントランス使うとエビルツインしか出せなくなるので、後手キルの時は使えないのを覚えておいてください。これでガンマ貫通しつつウサギ、ウララ、ハカーナ、サニーの4妨害です。ウサギとウララは明確に11交換できるのが強いですね。デスピアっぽいですね。2枚サーチするヤバいカードなので止めておきます。どうやら初動がなかったようでそのままエンドなので、いつもの動きでワンキルになりますね。なんかドラゴンでしたが一応ハカーナ打っておきます。イビルツインは展開中相手ターンと合わせて2回ドローできるので、後引きが強い誘発の方がパワー高いかなと思いました。ベイラーとかウララとかニビルとかですね。ガンマや法要は相手ターンのドローで引いたと即妨害にならないのでちょっと微妙でした。ということでいつもの流れでワンキルしに行きます。ランクマッチのイビルツインにワンキルやられたことないのでもしかしたら、あんまり知られてないんですかねワンキルの動き。ここまで来たらニビル以外勝ちですね。対戦ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか。誘発タコモリイビルツインでした。結局のところ一滴やら頭でまくって勝ちきれるシーンって稀なので、やっぱり後手は誘発重ねるしかないかなっていうのが個人的な結論でした。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。